あの、今パソコンで作業をしてたんですけど、急にうんちが出そうになって、で、まだ、あ、まだ我慢できそうだなって、あの、構わずにパソコンで作業を続けてたら、急に波が来て、急に出口付近まで来て、あ、やばいと思って、急いでトイレに駆け込んだんですけど、もうなんかすでに、あの、2、3ミリぐらい、あの、身がちょっと出かかっちゃってまして、 まあそういう時にたまにあるんですけど、家、家で過ごしてる時とか、たまにあるんですけど、なんかそういう時って、あの、最後出し終わって拭く時、あの、普段、いつもより肛門、肛門周りが、あの、広範囲になってますよね。こびりついてるやつが、身が。だからその、一回目拭く時、めちゃくちゃぬるってしてうわ、気持ち悪いって思って。だからちょっと、今回だけ念、念入りに、ケツ拭いて終わりました。 はいいそういう話ですあの今「お前うんち俺もうんちの」のあの制作ちょっと進めてるんで今ちょっとメロディーとか伴奏とか考えてる段階であの作詞はもう終わったんですけどはい絶対に最後まで作りますんで皆さん楽しみにしててください。またねバーイバーイイ